シューイチくん。うわ、でっかくなった。マリオ？すみません、ハッピーエンド見終わってしまったんですが、このゲーム6つエンディングが用意されてるらしいんですよ。で、ハッピーエンドの他にバッドエンド3つ見たので、あと2つ残ってるはずなんですよね。今回はそれを見ていきたいと思います。あ、ここに分岐ありますね。なんか岸子さんから料理美味しかったですかっていうの。正直にまだ食べてないって言ってみるか。はい。まあ、まだ食べてないんですよ。え、なんで？食欲がなくて。何？そう。すみません。なんか怖えな。あ、それで今日お鍋使うので返してもらえませんか？ああ、これ変わんないんだ。お、ちょっとそのすぐ後にもう一個選択肢が現れたんですが、妹のみゆきちゃんのところに行くかどうかっていう選択肢があるんですよね。で、これでも今は出ないで後で行こうっていうのを選んでみるか。はい。もしかしたら岸子が鍋を回収してる頃かもしれない。そんなん伺うんだ。少し寝て後で行くか。寝よっと。お、ここら辺違うよ。ストーリーが。何？うわ、そしてシューイチは二度と目覚めることはなかった。岸子さんにやられちゃったの？バッドエンド。前作見られに続く。そっか、岸子さんとあの悪役が勝ち合うことがないんだ。でもこっちもやられちゃって、みゆきちゃんもやられちゃうっていう。なるほど。すいません、6個目のエンディングなんですけれども、全然探しても見つからなかったので、ちょっと調べちゃいました。すいません。これわかんないわ。これ、タクトくんの部屋なんですけれども、今ね、ドアの前に見られの呪いが出てきてるんですよ。で、一回こう出ようとしたんですよね、私も本編で。ただ、おい、こんな時にここから出ようと、俺アホか、ベランダから逃げるんだと、コメントしてくれました。これ、このドアから出続けようとすることができるらしいんですよね。やってみましょう。はい。変わってるわ、セリフ。2回行けばよかった。いや、おかしいだろ。俺はなんでここから出ようとしてるんだ？岸子がいたら殺されてしまう。そう。このドアの向こう側の存在を岸子だと勘違いしてるんですよね、修一くんは。はい。俺、なんでこっちに行こうとする？岸子に殺されたいのか？ごめんね、修一くん。これは、俺じゃない。この川、深い。あ、何？嫌がった。オーケー！ハロー！やめて！何？動かせないよ、もう。何？暗くなってる、どんどん。ごめん、修一くん許して。ああ、お前だったらドアから出るのか？いや、出ませんよ。出ないからさ、やめたんだよ、それは。ね？お前に言ってるんだよ、僕でしょ？ピーチスに言ってるんでしょ、修一くん。うわ、でっかくなった。マリオ？キノコ食べたの？俺の命を何だと思ってる？いや、ほら、ゲームキャラの差がというか、ほら、いろいろだよ、ほら。ゲームの駒か？そう、その通りだよ。うん。いいよな、すっげえでっかくなってきてるじゃん。もう部屋はみ出してんじゃん。何がいいんでしょうか。人間っていいな、みたいな。安全な場所から楽しむだけなんて。確かに。ホラーゲームの主人公だったら私もそう思いますよ。プレイヤーに対してね。でっかいでっかい。だけど、ああ！何急に修一くんの顔怖くなった。お前も死ぬんだ。え？終わり？え、何？逃がさない。うわわわわ、待って、前作の悪者操れてる。何すればいいの？あなたは永遠に、ここをさまようの、死んでも、永遠に。エターニティ、バッドエンド。見られの呪い、無限ループの死、マジで？どっかになんか打開策ありそうなんだけど、包丁取るとか、冷蔵庫に何かある、コンロで燃やす。観葉植物に助けてもらえない。あ、パソコンじゃない？見られの呪いだったらこのパソコンで、こう書き込む。出ましたよ、皆さん。これは、見られ様、静まりたまえと、打ち込めばいいんですよ。はい。浄化されし。なんで？脱出できたと思いました。ゲームはクリアしてエンドロールを見てもニューゲームコンティニューしかないの。だからまた最初からゲームが始まっただけ。ふふふ。あなたは主人公なのですから。そうなの？バッドエンド。見られの呪い永遠に。わわわわわ。これじゃないのか。ほっほっほっ。違う選択肢やってみる。違う選択肢。見られ様。収まりたまえ。収まりがいいですね。収まりましょう、見られ様。はい。うっす。もうほんと。次の選択肢。はい。見られ様、沈めたまえ。短くなってますね。よりシンプルに行きましょう。はい。もう、ダメなんだ。もう一回静まりたまえしてみる？静まりたまえ。はい、浄化ですよ。浄化。オーケー。もうセリフすらなくなっちゃったよ。なんかないの？ベッドで寝るとか、できなーい。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。